ニューヨークゴリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、先週ついに200回目を無事に迎えたニューヨークゴリンゴラジオでございます。ありがとうございます。本日2月最後の放送は200回記念の後編となります。それでは第201回ニューヨークゴリンゴラジオ、先週に引き続き愛の結晶スペシャル後編をお届けいたします。ゲストは先週同様、卵子提供プログラム綾野 NYC 社長の綾野さんです。先週は綾野さんに綾野さんのビジネス、卵子提供プログラムや卵子凍結、体外受精サポートを担う綾野さんのビジネスについてや、このビジネスを立ち上げようと思ったきっかけなどを伺いました。まだ聞いていない方はぜひ合わせてお聞きください。では後編インタビューは、最近増えているというゲイカップルへの卵子提供についてや、20代のドナーエッグの凄まじき成功率、20代で卵子凍結の重要性などを、高齢妊活中の私には腰の抜けるような内容になっております。それではどうぞ。あと最近アメリカで多いのはゲイカップルの方ですね。男性同士のゲイカップルの方のクライアントがすごく多くって、でそういう場合は卵子ドナーさんを先にまず選んでもらって、でドナーさんの卵子を提供してもらって、このできた卵を半分片方のお父さん片方のお父さんで受精させるんですね。でそうすると、お母さんが一緒の双子ちゃんができるんです。でこの双子ちゃんをダーリハーさんに出産してもらうっていう感じですね。そうするとその双子ちゃんがそのゲイカップルの方の実子としてアメリカで登録されるので、家族になれるとしたら、どちらの DNA も継いでるってことですよね。はい、そうです。すごい。じゃあ、クライアントさんの中にゲイカップルの方もいらっしゃるってことだ。多いですね。ゲイカップルが法的に認められてからはすごく増えました。なるほど。じゃあでもね、やっぱりゲイカップルの方でアメリカ在住でも、アジア系の方、日本人のゲイカップルの方とかいらっしゃいますもんね。そうですね。あとは中国系の方だとかいろいろいらっしゃいますね。あ、そうか。ゲイカップルのサービスというか、そういう方にのへのサービスもあるってことなんですね。そうですね。ここ数年すごく増えましたね。すごい。じゃあちょっと、もう聞きたことが山のようにあったんですけども、驚くことばっかりで全然知らない事実が。で、例えばどうやって卵子提供してくださる方をサーチしてらっしゃるんですか？やっぱり、そうですね、ドナーさんはだいたいインターネットで告知し、広告打ったりとか、あとは大学にポスターを貼ったりとか、あとはドナーさん同士のリファラルもすごく多いですね。お友達を紹介してくださったりとかね、なるほどなるほど。へー。じゃあ、先ほども言ったんですけれども、日本人の方でまだ卵子提供ちょっと躊躇してるけど、でもやっぱり子供が欲しいっていう方は、もう卵子ドナーでもいいから早く子供が欲しいっていう方とかっていうのは、あゆむさんの会社のインターネットに行って申し込みをすれば、まずこうその卵子ドナーさんのリストが見られるってことなんですね。そうですね、プロフィールを公開しているので、そこからいろいろ希望の方選んでもらって、でこの方だったら大体費用はこれぐらいですよとか、あとはそうですね、採卵までの流れだとか、まあ、移植して出産までこういう感じのスケジュールで進みますというふうにお話しして、でもし決められたらそこから契約してという感じですね。いや、今ビジネスもちょっとノリに乗ってきて、これからママにもなるじゃないですか。はい。今後どんな展開になっていきますかね。将来の夢とか野望を伺いたいんですけれども。そうですね、今は卵子提供や代理出産がすごくメインで行われているんですけども、やっぱりそうなってしまったきっかけというのは、
まあ、年齢だったりとかいろいろ病気とかいろんなことがあると思うんですけど、それがやっぱりその方が20代のうちに卵子、自身の卵子を凍結しておけば、きっと他の方から提供してもらわなくてもよかったと思うんですね。なので今は20代のうちにもっと卵子提供がハードルが低くなるように、まあね、あの金額的なこともそうなんですけれども、なんかあのそうですね、そういうことができるようにいろいろ広めていきたいなというふうに思います。もうぜひ広めてください。これもう少しでも多くの若いあの20代の方とかに、本当にやっぱり20代全般とか20代の半ばぐらいに凍結しておいた方がいいですよね。そうですね、成功率が全然違うので本当におすすめですね。ですよね。で卵の数も違いますもんね。違いますね、数も質もすごく全然違うので。違います。もう私なんて毎月毎月1個2個の世界なんですよ。そうですよね。だからもうそれをどんどん告知というか、もうたくさんの人に知ってもらえたら、だって人生 の幅が広がりますもんね。あのそうですね、やりたいこととかもう犠牲に、うん、あの子供を産んだらやっぱり子供をね育てることにフォーカスしなくてはいけないんですけど、そうなると、はい、でやっぱりリミットって20代じゃないですか、子供のリミットは、うん、でも、はい、こう大人の女の子としてこう波に乗ってくるのが20代後半から30代って、もうこうキャリアを積むにはベストな年齢じゃないですか。そうですね。で、できればそのキャリアを積み上がった30後半ぐらいに産みたいっていう人がいて、今、はい、妊活に30後半から慌てていく人とかたくさんいるので、はい、でも20代に凍結したったら慌てる必要ないですもんね。そうですね、もう40代になっても45歳になっても20代のうちの卵を移植すると本当に妊娠率がすごく高いので、体外受精でも1回で出産できる方がすごく多いので全然違うと思います。じゃあもうアヌさんの野望はできればそのもう卵子凍結の布教みたいな感じですね。そうですね、たくさんの方に知っていただきたいですね。広まってくれたら嬉しいわ。そうですね、うん、本当だってもう自分の経験を言ってもやっぱり同じ経験の人しかこうブログとか見ないから、うんうんうん、書いてないかもしれないっていうのが、うん、高齢出産のブログを書いても分かると、うん、ピンとこないじゃないですか、うん、なんとかね。でもまあ実際そうされてる方がいて、そういう手段も、いやーこれよかったな本当今回のインタビュー。いやー、だからだったんですね。アメリカ、ほら日本ってずっと例えば日本に高校出て大学出てって言ってたら、はい、絶対にこういう環境じゃないじゃないですか、男子と。いいんですね、うんうんうん、ね、まだだから本当もう高校ぐらい、高校はあるかもしれないですけど、あの大学に入ったくらいから卵子凍結って考えてもいいですよね。そうですね、全然もう早ければ早いほどいいですよね。で、それをもちろん学費に使うのもいいんですけれども、それを1回分くらいで凍結できますしね。できますね。ね。もしかしたらあのお世話にならなきゃいけない可能性が。ぜひぜひいつでもお声掛けください。もうさすがに卵もう AMH とかかなり低くなっちゃってるので。あ、いくつぐらいなんですか今？もうね 0.3。 おー低いですね。え、まあ、47歳だから。うーん、そうで、もう薬をやっても反応しない年齢だから、うん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 、全然あれですよ、卵胞を作らなきゃいけない状態だから。うーん、そうですよね。まあ、ドナーさんの卵を使うと大体20から25個ぐらい卵子取れるので、今日もちょうど先週ドナーさん採卵 で今日5日目のレポート出て21個かな、受精卵ができて、これから TCS に回すんですけど、大体みんな1回 の着床で妊娠されますね、奥様。40代半ばとかでも。え40代半ばでも一発で行くんですか？一発です、大体。それはやっぱりあの20代の卵を使ってるからですよね。そうですね、やっぱ受精卵のクオリティがすごい高いので。で20代の、着床前診断した、受精卵を使ってるからってことですよね。そうですね。
ほぼ一発で行くんだ。はい、人によって、まあ、80% の人がだいたい一発で、残りの方は2回目の飲食とかですかね。でも10個も20個もあるんで、もう全然何回でもトライできるって感じですね。これってだ感じのこと聞くの忘れちゃったんですけど、例えばあのランチ提供プログラムにお願いした時って、じゃあ自分 あのドナーさんをまず選ぶじゃないですか。はい、ドナーさんが卵を作ってくれるじゃないですか。はい、それワンサイクルのでのって感じですか。ワンサイクルで取れたやつを全部ご夫婦に提供するので、だいたい25個とか取れたら25個全部ご夫婦に譲渡して、で全部あの精子と受精させて、受精卵作って PGS して、うん、でまあ15から20個ぐらい受精卵が出来上がるので、まあ、15回とか20回移植のチャンスがあるって感じですね。そうか、20個25個ぐらいを受精させて、だいたい受精するのが15個ぐらいになって、 PGS が結構弾かれちゃうんですけど、20… あでも20代だったらもうほぼ全部パスします。うっそ、はい、本当にこれ今すごい数ですよ。本当に先週の子も18個受精卵だったんですけど、17個 PGS パスして。そんなに通るんです今ほらすごいです。復活クラブとかもあるので、うん、情報交換とかで、うんうん、立って悩むのは PGS に引っかかっちゃうんですよ。へー、あの頑張って、うんうん、30代後半40代全般でも10個取れましたっていう人がいるんですけど、全滅っていう人がもう多いんですよ。そうなんですよね、数だけ取れてもっていう感じなんですよね。やっぱり取れても絶対に 10個ぐらいだったら、うんうん、半分がまず受精しなかったりして、うんうん、PGS に通すと1個だけ通るとか、うん、多いんですよ。そうですね、PGS でもそんなに簡単に通っちゃうんですか。ほぼ通ります、8割から9割通りますね。てかこれ衝撃。そうなんですよ、やっぱり妊娠率高いですよね。高いです、だいぶ高いです。だってしかも受精卵で PGS 通った肺が18個とかあるって、もう毎回あの1回2回だとしてもちょっと怖くないものすごい数チャンスがあるので、すごいすごいですよね。すごい、やっぱり若いってそりゃそうなんですけどそうなんです、本当に全然成功率が違うんですよ。自分の中の常識がガラガラと言うと、ほら私なんてもう PGS に回せないぐらいなんですよ、レベルが。もう受精するかしないかの問題なので、で PGS まで回すのには肺バンフを作らなきゃいけないじゃないですか、うんうん、ここまで成長しないからその前にもう移植みたいな。そうですよね、そうするとやっぱりね、うまく妊娠できなかったりとかしますもんね。いや本当にドナーさんの卵を使うと全然違います、成功率は。本当でも それなんか、あそれだったらいいです、いいですねっていうか、ほら卵をワンサイクルでできたものを全部いただけるっていうことだから、はい、しかも PGS 取ったものを18個もただ18って変なんですけどそうですね、っていうことはだって第2子第3子も40過ぎてから、うんうん、夢じゃないですよね。そうですね、多いですよ、あの2人3人生まれる方多いですね。1回のドナーサークルのもらったもので凍結だけしといて、また1人目がちょっと大きくなったらもう1回移植してみたいな。じゃあもう本当に30代後半から40代でもパッと2人目いけるとか。そうですね、大体40代半ばの方が一番多いですね、依頼者さんだと。あら、やだ、もうちょっとマジで、あのお世話になる可能性。いや、全然いつでもです、ぜひぜひ。で、だって、そしてさっきの言ってた、あの、姉さんのところにお世話になるときに、カウンセリングみたいな形で、はい、出場してる人とかも。はい、で自分の体の中で育った子だから、うんうん、あのま、もちろん、ね、遺伝子的には違ってもっていうので愛情とかが違ってくるとか言ってましたもんね、うんうんうん、うわーこれすごいショック、20代の方すごい、すごいですよね、すごい。
たまになんか卵の数が少なくて 10個ぐらい取れしか取れないっていうドナーさんもいるんですけど、でも10個全部 BGS 取ったりとかするのですごいなと思って。いやいや10個で十分ですよ。20個もらえればだいぶですよね。だいぶ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 。じゃあでもその選んだ人によってはやっぱり少なめの方とかもいらっしゃるんだ。もういますね。でもやっぱりあの検査してみないといくつかわからないんですけど、でも大体8割ぐらいの人はもうドナーさん経験がある人が多いの で前回までの卵子提供のレコード先生に見てもらって、でそうすると大体何個取れるかっていうのは毎月同じなので。あ、なるほどなるほど。じゃあそういう、インフォメーションも知れるんですね。はい、そういうのも全部ドナーさんの、これまでのドナー成績、ドナー成績っていうか、採卵した数だとか、何個 BGS パスしたとか、奥様は妊娠できたのかとか、そういうのって。あ、そこまで情報は知れるんだ、いただけるんだ。じゃあ、選ぶ方としてはちょっといいですね。そうですね、ちょっと安心で、やっぱり初めてのドナーさん選ぶよりは、あの経験者のドナーさん選んだ方がちょっと安心ですよね。ああ、そう、なるほど、なるほど。これはいいほど。確かに確かに、そこは肝心なところだわ。やっぱりね、あのものすごい安いわけではないから、うん、そうですね、かけるんであれば、うんうんうん、のもうこちら側としては多ければ多いほどの受精卵が必要で、そうですね、結構って卵がいただきたいわけだ、うんうん、わあすごい。いやもうちょっとインタビューの最後にこんな ありがたいこと聞いちゃって、自分の方自分のためになっちゃいましたけど、いや、やっぱりちょっとこの話を聞くと、私はまだちょっと、いやまだでもやっぱり自分の遺伝子がと思ってたタイプだったんですけど、それだけの PGS の通り方だとなんかやっぱり真実違いますね。そうですね、まあ、選択肢としてはありですよね。いや、ありがとうございます。であのママになってからももちろんこのビジネスは続けられていきますよね。はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。じゃあ子育てしながら双子ちゃんですからね。そうですね。なんで双子がいいと思ったんですか。なんですかね、まあ、あの男女どちらにしようかなっていうふうに悩んだのもあるんですけれども、まあもともと双子結構欲しいなっていうふうに思っていて、でまあ主人といろいろ性別とかも考えていて、まあ、だったら2つ移植して双子にしようかっていう話になって、まあ先生にも相談して。そうなんだ。ほらね、子供たくさん欲しいっていう人は1人目産んで2人目不妊治療中とか3人目不妊治療中っていうこと、いっぺんに授かろうっていうことだったんですね。そうですね。いやもうちょっと無脱帽ですよ、もう。じゃあ、将来の夢とか野望で、まあ、できれば卵子凍結のもうちょっと広めていきたい、できる、はい、もうちょっと普及して誰もが簡単にできるような世界になってたらいいな。本当にそうですよね、卵子提供って。そうですね、まずはお金のことが先に出てできない方が多いと思うし、はい、このようにその考えが全くなかったっていう人で、うんうん、もいると思うので、もうかなりビジネス PR としてはしてもらったんですけど、今あれの NYC でこう推しに推してるサービスっていうかどんな感じ、何かあります？そうですね、卵子提供プログラムもあのその、日本にいるご夫婦がアメリカに来なくても良くなったっていうのもあるので、うん、でやっぱりあの他のエージェントさんだとやっぱり何度も何度もアメリカに渡米してもらうことが多いみたいなので、まあ、それは違う、あの他の会社とは違うところなので、うん、日本からでも次のステップアップとして、まあ、日本ではなかなか卵子提供というステップアップができないので、うんうん、まあ、アメリカでそういう選択肢がありますよというのも広めていきたいなというふうに思ってます。うんうん、でもちろんあのあやめさん、ほら日本語でサポートしてくださるってわけですよね。はい、そうです。もう私はこうアメリカで不妊治療の門を叩いた時にもう専門用語がわからなすぎて、そうですよね、緊張してしまって、コンサルテーションとか言ってもはぁみたいな世界。今はね、そうですね、2年くらい対外受精を したので、はい、まあ、分かりますけれども、うん、初めて、ね、始める方って、ね、
なんだかさっぱりわかんないですから、日本語でのアドバイスが受けられるってことですよね。そうですね。あとはドナーさんが採卵される際とか、あとは、まあ、あの自身の卵子凍結をするときも、まあ、英語は難しいと思うので、一緒に付き添って全部通訳してサポートしています。これはありがたい。あのじゃ あ, あのウェブサイトとかも あったらありますよね。はい。じゃあそれはあのブログの方に載せてき、ま、おきますので、ぜひ皆様チェックしてもらって、あと YouTube の詳細欄にも記入しておくので、そちらの方チェックしてもらって、あの卵子凍結もしくは代理母もしくは卵子提供をされしていただきたい方いらっしゃったら、ぜひチェックしてみてください。いやー、綾乃さん、これ最後の質問になるんですけれども、はい、この、 あのインタビューを聞いているリスナーの皆様に何か一言メッセージがあればいただきたいなと思うんですが。はい。不妊治療っていうのはなかなか終わりが見えなくて、精神的にも金銭的にもすごく辛いところがあると思うんですけども、まあ、卵子提供というのも新しい一つのステップアップの方法として一個いい方法だと思うので、それも考えていただければなというのと、あとはまだあの年齢が若い方はそれから自分 の, あのタイムリミットを考えなく好きなことができるように、ぜひ卵子凍結の方も考えていただければなと思います。そうですよね。しかも実際に体験されているあの綾乃さんの方がバックアップでついてるらっしゃるから、はい、であのどんな状況かっていうのも自分が体験してきたことですから、卵子凍結も卵子提供も全部体験していることですから、あのさん頼りになるわ。そうですね。このライフプランとかをね、もう早いうちに立てておくのが本当に正解ですね。そうですね。後からいろいろプランすると本当に難しいことがたくさんあるので、妊娠出産はそうですね、早めにプランされるのが一番いいですね。本当ですよね。いやでもこの今回のインタビューで、あのいやもちろんあの卵子って若い時に凍結しておいた方がそれはいいとは思うんですけれども、若い時に卵子凍結するのは金銭的になと思ったんですけど、まさかのトリックがありましたね、うん、なるほど、はい、卵子提供をして、はい、報酬で卵子凍結をすると、はい、ことでございます。いやー矢野さん本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。すごい有益でした。私だってアメリカに18年住んでたのに気づきませんでしたもん。もうどんどん広めないといけませんね。そうですね。なかなか一般ではまだまだ知られてないことが多いので、ぜひ皆さんに知っていただきたいですね。もうこの最初に言ったあの綾乃さんがこう20代の時に言ったあの婦人科の先生、素晴らしい。本当ですね。私も彼に会ってなかったらこういうことがあるというのを全然知らなかったので、すごく感謝しています。本当ですよね。もう出会いでこう変わってたりしますからね、はい、このインタビューに出会った方もラッキーよ。ここから変えていけますからね、うん、いやじゃあ綾乃さん本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。このインタビューがあのオンエアされる頃には元気な男の子と女の子に双子ちゃんが生まれるということで、はい、いや出産も頑張ってください。頑張ります。予定、そして妊婦オーラとこう双子ちゃんオーラをいただいてリスナーの方にも発信していきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで本日のゲストは綾乃 NYC LLC 社長綾乃さんにお話を伺いました。綾乃さんありがとうございます。ありがとうございました。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ!